はい、どうもおじさんです。撮影班のおじさんです。ということで今日はお言葉に甘えましてウィル君の練習風景を撮ってみようとしております。じゃん、目の前におります。行ってみましょう。いや今日はね火曜日なんですけど、なかなかいい天気で気持ちいいです。ちゃんと跳ねられないように黄色い蛍光ベストを着てきました。っていうかこれどうなってんだろう。入ってます、駐車してます。これはストレートバック、ちょっとよくわかんない。ちょっと聞いてきます。どのようなことをやるのか。撮影班のおじさんです。こんな感じ。今まっすぐ下がる練習をされております。撮ってみましょう。後ろから。早い。やりますね。やりますね。跳ねられないようにね。ほうほうほう。おお。なるほど。どこまで行くの？ちょっとよくわかんない。ああ、そっか。ここが前だ。はい。おお、パチパチ。お、下がったよって言ってます。取ります。お、オフセットバックの練習かな。はい、ということで皆様、ただいまウィル先生がランド君にご説明して、もう人をもう一回まっすぐ下がるのとオフセットを今からやるみたいです。見てみましょう。
ということで皆様、オフセットのお時間です。要はトラクターだからあんな感じでバックするとき見えなくなっちゃうんですよ、運転席側から。要は反対から見ると、あ、こういう感じね。そうそうそう、でまっすぐにします。やばいやばい、キャー、引かれるかも。いい感じです。箱に収まってます。ちょっと斜めですけど、収まってれば OK。合格。ほら。あ、修正しようとしてるな、多分。まっすぐにしようとしてるのかな。チェックしてます。
要は試験の最中に何回かまでだったら降りてちゃんとトラクターの角度とか編み出してないかとかを見て、修正できます。何回かまでね、何回か回数は忘れたんですけど、でそれは減点にはならないです、許容範囲内は。なんで出て確認をしたと、そういうことでしょう。成功、うまい。では車庫入れちゃんとできましたってところでプッと鳴らすんですね。なんで鳴らして成功と。
で微調整して、前にちょっと出て微調整して、ちょっと下がってきて長方形の箱の中に入って、車庫入れを完了したところでプッと鳴らすと、そういう感じですね。なのでうまくいってます。ちょっとはめ出した、うん、要はこれね、はめ出しちゃダメよと。っていうかね、これは僕もよく失敗します。砂の山に刺さります、バッパーが。多分あの赤色のコーンのところまでなら OK。 そうそう、こういう感じね、はい、収まりましたと。ちょっと失敗しちゃいましたね。はい、どうも。ということで皆様、ウィル君先生による講義、を、撮影させてもらいました。ということで明日9時半に、テストがあるようです。頑張ってもらいましょう。手振ってます見えないか遠くて、はい、ということで、とりあえず今日あとなんか最後ロードテスト、路上教習ちょっとして、来るということでした、頑張ってもらいましょう明日朝ね、はい、そんな感じです。それでは、このビデオここまでです。それでは失礼します。はい、さようなら、どうも。Be back yet, and then the landing gear will be fine. Yeah, yeah. And all these guys are teaching them to crank them. Yeah.